明日はきっといい日になると思いたいですよね。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ本日は1月7日ということで、1月最初の週末なわけですけども、地震が発生してから数日が経過いたしました。一段落したよという方々もいれば、避難所で生活されている方々もいらっしゃると思うんですけども、少しの間でもね、心落ち着きますようにと思います。まあそんな中、2024年が始まったわけなんですけども、震災から一夜明けた2日からですね、また歴史的な事故や事件が相次いでおります。まあそんな中ですね、僕ちょうどネットフリックスさんで、岡田くんと綾野剛さん主演の藤井道人監督の作品、最後まで行くっていう映画を見たんですけども、その作品の時系列っていうのが、年末から年明けに巻き起こる不遇というかトラブルとかを描いてるんですけど、最後に電話するシーンがあるんですけど、その電話の相手が急にどうしたのみたいな、その言葉を岡田くんに言うシーンがあるんですけど、その時にもうボロボロなってんすけど、いや来年はなんかいい年になりそうで、じゃあ相手がそれ毎年言ってるよみたいな、去年も言ってたよみたいなシーンがあるんですけど、そういう合わせた意図は全くないと思うんですけど、なんか今年とリンクしてそこ見てたらスーって涙出てきましたね。こんだけひどいことがあっても明日はきっといい日になるよみたいなシーンなんですけど、なんか見ようかなって悩んでる方はね、見てみてくださいって言うてる中、いかがお過ごしなんだいおまんたちって言っておりますよ。そんなこのお時間です。さあ今週の俺的ニュース、この時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、羽田空港一時騒然となる。今月2日午後5時頃、東京都羽田空港にて着陸した日本航空の旅客機が滑走路で海上保安庁の航空機と衝突し炎上するという事故が発生しました。これについて同日午後9時前に会見が開かれ、岸田首相が記者団に対し、乗員乗客379人全員が機体から脱出したこと、海上保安機の乗員6名のうち5名が亡くなっていることを報告。当の日本航空はその後、本日1月2日夕刻、当社の JAL 516便が羽田空港に着陸した際、海上保安庁の航空機と接触し滑走路上で炎上しました。お亡くなりになられた海上保安庁の関係者の方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。当社便にご搭乗されていたお客様、乗員は全員脱出したことを確認しておりますとコメントを発表しました。さらにこの亡くなった5名が乗っていた海上保安庁機というのが、1日に発生した能登半島地震の支援に向かおうとしていた真っ最中だったということで、海保の瀬口義雄次長ですね、謝罪とともに、かけがえのない職員の命を失ってしまったことは痛恨の極みとコメントを出しました。こちら震災の次の日に起きたということで、今年すごいことばっか起きてるというような意見もたくさんあったんですけど、その後 CA さんの迅速な対応であったりとか話題になったんですけど、現時点では捜査段階でして、なぜこのような事故が起きたのかっていうのは現在原因を究明中ということです。また分かり次第動画にしたいと思います。もう本当死者は出てしまったことは残念なんですけど、旅客機の乗員乗客の方が全員無事だったっていうのは良かったなと思いますね。次です。2つ目、まっちゃんえらいことになる。こちら先月26日、お笑い界のトップをひた走るダウンタウンの松本人志さんに、約8年前の2015年9月と11月、六本木の超高級ホテルのスイートリウムにて、後輩芸人に女性を集めさせ、ゲームと称しいきなりキスをしたり、俺の子供産めやなどと性行為を迫ったとして、週刊文春より告発がありました。これに対し吉本興業、女性を集めたとされている小沢さん所属のホリプロに質問状を送ったが、いずれも回答はなし。後に吉本側は、本日発売の一部週刊誌において、当社所属タレントダウンタウン松本人志が8年前となる2015年における女性との性的行為に関する記事が掲載されております。しかしながら当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものですと真っ向から否定し、法的措置を検討することを明らかにしました。さらに松本人志さんは自身の X にて、いつ辞めてもいいと思ってたんやけど、やる気出てきたなぁと否定するとも取れるツイートを行いました。この件は日本のみならず世界中で報道され、現在でも賛否の声が上がっているということなんですが、はい、こちら去年年末ぐらいから現在でもかなり話題になっているものなんですけど、僕自身ね、松本人志さん大好きですし、今回この騒動の中心にもいる小沢さんとは、この YouTube の動画上でもコラボさせていただいてるんですけど、その中でこの件に関して来ましたよ。マジの沈黙は同意と同じですよね。あなたコラボしてるのに何も言わないってことは、沈黙は悪ですよみたいな、なんか今回沈黙は同意と同じですよじゃなくて、もう悪ですよっていうね、僕も悪人みたいな、うせ黙れ。この件に関して言うと、現時点でどういった情報が新しく出てるか分かんないんですけど、僕の率直な意見としては、忖度抜きでまだ分かりません。確かにこの事務所は否定してますけど、本人らが否定しない感じっていうのは、8年前そういう飲み会は確かにあったのかなと思うし、怪しい感じがするのはすごい分かるんですけど、実際引いてみてみた時に、まだ出てるのって匿名の告発段階なんですよ。一方的な言い分しかまだ出てない状態で、こんな吊るし上げられるのはどうなんだと思うんですよ。ただ思ったのが、これこそ沈黙は同意と同じですよみたいな話で、これが吉本興業さんの言うように事実無根であるなら、早く完全否定するなり差し止めしたりすればいいのになと思いますね。で、多分今日も DM で、じゃあもし黒だったらどうすんのってことを言われるんですけど、黒って分かってない状態でみそかすに叩く方が僕はやばいと思うんですよ。こういう証拠もありますよってなれば話は違うと思うんですけど、あと疑惑の段階なんでクソですねとも何とも言えないですね。こちらぜひ皆さんの意見もお聞かせください。次です。3つ目、おかえり
東海オンエア。2日、アヤランさん芝居さん騒動で去年の10月から活動休止していた6人組 YouTuber 東海オンエアさんが活動再開を発表し話題になりました。こちらは過去ニュースでも取り上げたんですけど、去年の10月ですね、メンバーの芝居さんの妻アヤランさんが SNS でリータの哲也さんに対しての不満を訴えたりとか、芝居さんに離婚を宣言するなどして騒動になって、その件で芝居さんの精神状況が不安定になったことを受けて数ヶ月間休息することを公表していたんですけど、今回活動再開するということを発表して、その動画では芝居さんも登場して騒動について謝罪するとともに精神状態を回復に向かいつつあると報告。そして今年の3月15日からですね、動画投稿を再開することを発表しました。最初はですね、芝居さん以外の5人で行って、元気とモチベーションが 120% になってから芝居さんも参加すると。ただスケジュールやクオリティの観点から投稿頻度は少し落とす方針だということを説明しました。ファンからは安堵の声と喜びの声が多く上がっているということですね。イエーイ、嬉しいですね。やっぱなんか動画投稿ないとちょっと寂しいですもんね。そんな中リアルタイムで僕も見ました。こちら4つ目、ヒカキンさん結婚。こちら今月の1日ですね、音の出る神でおなじみ我らがヒカキンさんが結婚したことを自身の YouTube チャンネル動画にて発表しました。おめでとうございます。でこの件については去年の12月21日から自分のチャンネルのアイコンとヘッダーを10の数字に変更して、でその後その数字が1日ごとにカウントダウンしたことによって、ファンの間では新年のカウントダウンかとか、これカップラーメン新製品の使用金が出るんじゃないかとか、あとライジン緊急参戦とかね、様々な憶測が広がっていたんですけど、この説について28日に動画を投稿して、全ての説を完全否定した上で、今僕がここで言えるのは今予想していただいた何より重要な発表になると思います。僕の人生にとって大切で大きな発表になると思います。公開する動画の規模も最大で、今まで YouTube を17年くらいやってきたんですが、その中でも間違いなく最高の動画になると思いますと告白。いやだいぶ結構予測されとったよ。それも否定したのかってなってましたけど。で最終日の今月の1日ですね、0時頃白のタキシード姿で登場したヒカキンさん、この度ヒカキン30代の一般女性と結婚しましたと発表。でこの結婚動画報告では、結婚報告100連発っつって、いろんなパターンで結婚しましたと報告しましたね。いろいろ過去のミームとかも再現されてて、同説は100万人を超えるというね、とんでもないことになったんですけど、っていうのも今年の元日が一粒万倍日とか、あと転写日みたいな、だから開運日ということで結婚発表された方が結構多くて、 SK の松井玲奈さん、近藤昭久さん、安住紳一郎さん、あとロックバンドフレデリックスの三原浩二さんとか、女優の吉谷彩子さんと元ジュノンボーイの秋元龍太郎さん、あとモデルの森絵里香さん、将棋でおなじみ里見香奈さん、女子レスリングの河合由香子さん、あと女優声優の須藤香乃子さんね、タレントの副島淳さんですね、などなどの方が続々と結婚発表されました。いやおめでとうございます。末永くお幸せにということです。まあそんな中ですね、このネット界ではちょっとゾッとするような事件も起きてました。5つ目、配信者が遺体となって発見か。こちら12月の29日、神奈川県川崎市の多摩川にて遺体の入ったスーツケースが発見され、その遺体の身元がニコ生などで活動していた配信者のゆいがさんであることが判明。ファンからは同様の声が上がっております。はい、こちらのゆいがさんなんですけど、後に行われた遺体の調査から首を絞められて窒息死したという疑いがあって、亡くなってから死後数日が経過しているということも判明。県警は殺人容疑でトラブルの有無を調査中ということなんですけど、このゆいがさんっていうのが過去逮捕歴が20回以上あるっていうね、いわゆるとんでもアウトロー系配信者として知られていて、気性が荒くですね、配信中にガチ切れしたりとトラブルを起こしたりすることも珍しくなかったということで、ニコ生ツイキャスからはそのせいもあってかアカウントが停止になっていた状態だったんですけど、亡くなる直前の12月26日の X のアカウントでは、俺は俺できちんとけじめをつけるつもり、とりあえず今言えることはそれだけですと何やら意味深な投稿をしていて、亡くなった件と何か関係があるんじゃないかとネットではささやかれています。でさらに亡くなった後に LINE が返ってきたみたいな証言があって、犯人が隠蔽のためにやったんじゃないかなどとささやかれています。このゆいがさん、昔うなちゃんまんさんと大喧嘩した時に僕見たことあったんですけど、こんなことになるなんてゾッとしますね。すぐ犯人は捕まるんじゃないかなと思いますけどね。そんな次です、6つ目、秋葉原で無差別刺傷事件。こちら3日午後11時頃、秋葉原付近を走行中の JR 山手線の電車内にて、女が刃物で乗客を切りつけ男性4名が怪我をするという事件が発生しました。この件で電車は非常ボタンが押され秋葉原駅に緊急停止、警察は20代と見られる女性を殺人未遂の疑いで逮捕したということなんですが、こちら被害に遭った男性4名のうち3名が胸や背中などに大怪我をして病院に搬送されたということで、ただいずれも意識はあるそうです。警視庁は現在当時の状況と詳しい経緯を調べているということなんですけど、これね、逮捕時の写真出たんですけど、めちゃくちゃ怖くなかったですか？髪が貞子のちょうど倍ぐらいあるんですよ。で顔隠れててみたいな、なんこれみたいな。ただこれに関しては女装してたという可能性も出てますね。また詳しいことが分かれば動画にしたいと思います。最後海外です。7つ目、インドでセクハラされた YouTuber が話題に。こちら先月12日、韓国人の女性 YouTuber ケリーさんという方が自身の YouTube チャンネルに投稿したインドマハーラーシュトラ州プネー地区を旅行するといった動画を公開した中で、男性にセクハラされる様子が映っていて、それがすごい SNS で話題になりました。動画の内容っていうのが、街頭で現地の方にインタビューして、街ブラみたいな感じなんですけど、急に男近づいてきて肩に腕を回したりとか、あと首絞めようとしたりとか、自分の体と密着させるように引き寄せたりした映像だったんですけど、すぐ話題になって1週間で100万再生以上されて、ネット上ではあんな男性に親切に接しなくていい、不快であれば大声
声出して行動したりすることだと、あと映像の男性に代わってお詫びするとね、まあ、そういったコメントが多数見られました。まあ、その後男性は現地の警察によって逮捕されたということなんですけど、本当距離感近い人ってキモいですよね。でじゃあちょっと最後とは言ったんですが、最後地震の被害についてですね、こちら今月1日に発生した能登半島地震ですね、まあ、現在未だに行方不明者の情報、二次被害のニュースも相次いでおります。3日時点で石川県内では73名の死亡確認、また輪島市、珠洲市、七尾市、穴水町、能登町では独立集落が発生して大雨警報などもあり、救助活動に苦戦しているという状況だそうです。でさらに SNS 等ではですね、避難所での女性の性被害とか、あと火事場泥棒についても懸念の声が多く上がっています。公共の避難所では覗き、性暴力などの二次被害についても注意が出ておりまして、避難所でもトイレや寝るときは絶対一人にならないように、必ず誰かと一緒に行動する、男女関係なく子供は一人にしないようにする、防犯部材や笛などの防犯グッズを持ち運ぶ、こういった対策が挙げられております。でこの震災時の泥棒なんですけど、あの東日本大震災の時も約3ヶ月で ATM を狙った窃盗事件というのが急増して、福島県の被害は34件、金額にすると約5億ぐらいに被害出てるんですよ。しかもその8割以上は避難指示区域に指定された原子力発電所から20キロ圏内で発生したというデータもあって、停電して店の防犯装置が作動しないんで被害が増えるというパターンが多いんですよね。ほんとクソですよね。でさらに詐欺被害もあって、地震で散らかった家の片付けの手伝いをするっつって、その後高額な費用を請求するとか、あとは実際業者でも何でもなくて物を取っていくとかね。で実際もうですね、石川県の志賀町では50代女性の自宅に県外ナンバーのワゴン車に乗った3人組の男が訪れて、なんか手伝いますよって声をかけて、断ると無言で立ち去ったっていうことがあって、まあ、本当に手伝おうとしていたのかどうか不明なんですけど、無言で立ち去ったのがちょっと怖いですよね。まあ、被災地で県外から来た見知らぬ人、ちょっとでも怪しいなと思う人、中には代役とも混じってる可能性があるんで警戒するようにしてください。まあ、本当にね、親切な人も絶対いるとは思うんですけど、こんな時にそんなことするな。はい、というわけで今週以上です。非常に濃い1週間でしたね。まだまだいろんな方面で緊張続いてるんですけど、少しでも休まるようにしてください。というわけで今週以上です。また来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。あの急なんですけど、 X でなんか懐かしい写真とか話題になった画像とかの新しい着眼点を見つけるみたいなボットがあって結構ハマってるんですけど、今回松本人志さんの騒動で僕も見つけたんで、ちょっと見てもらってもいいですか。こちら、この文春直撃の時の写真なんですけど、ファーと髪の毛が全く一緒。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。すいませんね、ちょっとやりたくなったんですよ。さあ本日は1月2週目の週末でございますね。芸能界も今大変なことになってるわけですけども、僕もちょっとねまずいことがバレたんですよ。それがこの1枚なんですけど、これ何かと言いますと、まずはちょっとこちらをご覧ください。マサ君は喧嘩が強いです。いつも黒のダウンに腰パンです。いつもニヤニヤしながら地元を徘徊しています。一度雪合戦に強制参加させられた時、車にできたつららをシュワッチと言いながら、水たまりにできた薄い氷を危険ざーんと言いながら投げてきたことがありました。ルール違反です。そんなマサ君は退屈になると、いつも僕の部屋の窓をノックします。ではなくです。窓には格子がついていたんで、サファリパークって呼んでました。夜中2時頃また窓が鳴りました。窓を開けると、あさっての方向を見つめているマサ君がいました。サムラー、なんか匂いのやつない？匂いのやつ、いや、このスプレータイプの香水ならありますけど、それでいいや。口に入れて、うわーうわー、ありがとう。それがマサ君を見た最後の姿でした。見かけでも絶対に無視してください。まあこれは僕のチャンネルを見てくださってる方なら知ってると思うんですけど、僕の地元の激ヤバ先輩マサ君なんですけど、人気名物企画なんですよ。で今年からちょっとインスタの方も頑張って運用しようというのを目標にしてて、一発目にこの動画を投稿したら、マサ君本人に見つかりました。ありがとうございました。すいませんでした。まあ意思とは関係なく反射的にコメントを非表示にしちゃったんですけど、大好きです本当に。って言うてる中、いかがお過ごしなんだよおまんたちって言ってますよ。最近 DM にめちゃくちゃニュース送ってくれる人たちが増えたんで、僕すごいありがたい。そんなこの時間です。さあ今週のオルテキニュース、この時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、松本人志完全否定の全面戦争。去年12月、女性との性的行為をめぐる記事が掲載されたことで、現在騒動中のダウンタウン松本人志が今月の8日自身の X アカウントにて告発された内容について、事実無根なので戦います、それも含めワイドなショー出ますと投稿し話題になります。この件について所属する吉本興業さんもホームページにて、松本氏が芸能活動を休止する旨の内容の文章を掲載、告発の内容については当該事実は一切なく、記事はタレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものですとコメントを発表。さらに松本氏の休止理由は、このまま芸能活動を継続することで多くの関係者や共演者にご迷惑やご負担をおかけすることになる一方、裁判との同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうと、記事に対する裁判に注力したいと申し出が本人から事務所側にあったとい
というような内容も掲載しました。まあ、一方この松本氏の性加害問題を公にした党の週刊文春の編集部、一連の報道には十分に自信を持っており、現在も少子には情報提供が多数寄せられています。今後も報じるべき事柄があれば慎重に取材を尽くした上で報じてまいりますとコメントを発表しました。この一連の騒動の裁判に向けた今後の動きに注目が集まっているということなんですけど、何が報じてまいりますだっていう意見が多いみたいなんですけど、ではこちらの件なんですけどね、また沈道沈道起訴なんで小沢さん側のことをまとめてきたんですけど、小沢さん側もですね実はコメントを出しておりまして、小沢さんの所属するホリプロがですね吉本興業と同様自社のホームページで一件に対するコメントを発表しました。その内容がですね、皆様におかれましてはご心配おかけし大変申し訳ございません、スピードワゴン小沢和弘はこれまで通り活動を続けてまいります、なぜならば小沢の行動には何ら恥じる点がないからであります、一部週刊誌の報道にあるような特に性行為を目的として飲み会をセッティングした事実は一切ありません、今後ともよろしくお願い申し上げますというものでして、当該事実は一切なく小沢さんはこれまで通り活動を続けていくという内容、松本さんの方とは対応が分かれているとしてこちらも話題になっております。なるほどね。ではこちら追加の情報としては、芸能界でこの松本さんに対して後輩芸人が今回と同様にですね女性を斡旋するという動きがあったとする記事がまた文春からあったみたいなんですけど、こちらはまだ真実が定かではないんで、また進展あってタイミングがあれば取り上げたいと思うんですけど、この芸能界と週刊誌の大きな裁判っていうのは歴史に残るかもしれませんね。ただまあ噂ですけどね、まあ、文春っていうのは裁判に負けて賠償金を払ってもそれ以上に記事が売れるから痛くも痒くもないっていうのが言われてて、実際にあの渡部さんの時もですね記事で4億売り上げてるんですよ。そう考えると今回のは10億以上はくだらないんじゃないかって話でして、これはどうなんですかね。このやり方がまかり通るなら金の方が強くなるんですよ。まあ、もし嘘を全部垂れ流していて悪く書いていたとしたら、書いた記者、証言した人、出版した出版社、そういった人全員に責任がいかないと割に合ってないと思うんですけどね。まあ、その辺は地獄の門の手前まで追い詰めるとおなじみ、あの大吾さんが詳しいんでそちらをご覧ください。次です。2つ目、ご成人おめでとうございます。これまではパクられても少年 A だったのが名前が出る、それが成人で、おなじみ成人された皆様おめでとうございます。で、おなじみ荒れてますかで、おなじみ福岡市で今月8日20歳の集いが行われ、式の出席者4人が飲酒運転で走行する車を発見し逃走した運転手を逮捕するという、なんとも修羅の国成人式らしからぬ素晴らしい出来事が起きました。この時酒を飲んで運転したのは福岡市東区に住む59歳無職の男性、当時赤信号で信号待ちをしていた別の乗用車に正面衝突、そのまま車を乗り捨てて走って逃げていったということで、でこの様子を見ていた成人式に参加していた4人が男を追って追走、数十メートル先で取り押さえ警察官に身柄を引き渡したということです。かっこいい。調べに対し我慢できず車で酒を飲みそのまま運転したと供述しています。まあ去年大牟田の成人式ではいろいろあったりとか、北九州の成人式でもなかなか激しかったりと、まあ印象が年々悪くなっているような福岡県内の成人式なんですけど、このようにいい若者もたくさんいるということが分かったんじゃないでしょうか。今年は何か大荒れするということもなくてですね、そういう報道もなかったんですよ。こうやって修羅の国も構成していくんやな。次です。3つ目、福岡は構成していなかった。チャララララ今週 X にて車出庫時のとある一枚の写真が話題になりました。 X にてアクセルアットマークストリートレーベルさんというね、あの僕のこともフォローしてることが今回判明して、あのフォロー返したらフォローしてもらった後ツイートしていた生かしたスープラ乗りの方がですね、出庫時に自分の車を確認するために表示される写真みたいなのあるんですよ、ゲートで。その写真を上げて話題になりました。そこにはですね、ナンバーを外し窓からぶら下げてる姿が、まあ、どう考えてもおかしいんですけど、コメント欄にはまあ筑豊ナンバーだからなと、やったことよりも筑豊ナンバーであることで納得する意見が溢れかえる事態に、また筑豊ですよと僕の DM が溢れかえる事態になったわけなんですけど、あのこれに関しては筑豊出身の僕から言わせてもらうと、まあ筑豊ナンバーだからなで問題ありません。一部の筑豊ナンバーがすいませんでした。次です。4つ目、国会前でとんでもないもの見つける。9日東京都永田町にある国会議事堂の正門前にて不審物が見つかり、警察と爆発処理班が出動する事態にまで発展しました。この不審物っていうのがですね、現金を送れば詐欺ですでおなじみ、まあ、レターパックみたいなもので、国会敷地内の門近くに誰かが投げ込んだと見られてて、でこれ結局何だったかっていうと、まあ、レターパックではなかったんですけどチャック付けの袋だったんですよ。で中から文字とか写真が印刷された紙が入ってたみたいで、幸いにも危険物ではなかったということなんですけど、まあ、あの今年始まっていろんなことが並行して起こってる現在の日本でこのようなことがあると敏感になってしまいますよね。警察は現在この紙や写真、誰が投げ込んだものなのかを調査中ということです。本当迷惑なんですよ、やめてください。次です。5つ目、恐ろしすぎる動機で線路に女性が突き落とされる。6日午後1時頃、東京都内の JR 品川駅の東海道線上りホームにて60代の女性が線路上に突き落とされ怪我をするという事件が発生しました。突き落としたのは39歳の男性、殺人未遂の容疑で現行逮捕されました。幸いにも女性は
ですね、額に怪我を負って命に別状なかったんですけど、この突き落とした男性、突き落とされた女性には面識がなかったんですよね。無差別だったってことですかね。ちょっと怖すぎますね。で、まあ逮捕された男、調べに対して容疑を認めていて、犯行動機がですね、死ぬまで塀の中に入っていたいからやりましたと言ってるということです。身勝手すぎますね。でしかもこの突き落としたタイミングっていうのが、電車がホームに到着する直前で、これで電車は緊急停車をすることができたんですけど、もう少し判断が遅ければ最悪の事態になっていた可能性も十分であります。今月3日に発生した無差別切りつけ事件もそうなんですけど、電車内とか駅のホームでもですね、必ずしも安全とは限らないんで、まあ、何か不審者不審物が現れたらすぐ逃げるようにしてください。次です。6つ目、怖すぎる中学生現れる。路上の伝説でおなじみ、愛知県内にて6日、出会い系アプリで誘い出した男性に暴行を加え現金などを奪ったとして、地元の警察署が中学生を含む男女5人を強盗監禁の疑いで逮捕したことを発表しました。いや怖すぎて、中学生でこれで。この事件で名古屋市の21歳無職の女性、14歳の男子中学生、17歳から18歳の高校生3人の計5人が逮捕されたんですけど、なんか牛島くんにこんな激ヤバ集団いませんでした、これ総長っつってな。でまあこれ何をしたかというと、この集団のうち17歳の女性が出会い系アプリで男性を誘い出して合流して、他の4人が現れて未成年を相手にどういうつもりだと脅して監禁した上で、まあ、そこから1時間半もの間男性に対して殴る蹴るの暴行を加え、スマホ財布を奪って ATM で現金5万5千を引き出させたと見られてるんですけど、まあ、いわゆるつつもたせってやつですよね。まあ未成年と分かっていったのか分からないんですけど、皆さんも出会い系マッチングアプリこういった事件増えてるんで、利用する際は気をつけてください。まあ、ちょっとね重たいニュースが続いたんで、ここで大谷翔平選手の垢抜けどうぞ。おお、どっちもかっこいいですけどね。次です。次は地震被害の続報でございます。石川県能登地方、最大震度7を観測した地震なんですが、10日時点で県内の死者数は203名にも上ったことが発表されています。でさらに避難所生活で伴う体調悪化などで亡くなってしまう災害関連死、ここで亡くなられた方が現在7名出ていると発表されております。原因は様々なんですけど、現在被害に遭った場所では新型コロナウイルス、インフルエンザの感染拡大、あと今の時期なんかは気温が低く雪が積もっていることで低体温症になってしまうということが原因になります。今の時期はですね、換気が難しいと思うんですけど、防寒を含めた体調管理とかウイルス予防っていうのが徹底できるぐらいに物資が揃うことを願うばかりですね。で先週のニュースでもお伝えした通り、被災地での犯罪被害っていうのも相次いでいます。今月の5日にもですね、愛知県からボランティアで来ていた大学生の男性が輪島市内の住宅に侵入して食べ物を窃盗するという事件も発生していたりとか、避難所生活に必要なものを高額で売りつけようとするカスもですね、相次いでるという情報もあります。まあ、県警は現在警戒を強めているということなんですけど、こんなね、ほんととんでもない心ない奴らもいるんですね。まあ、少しでも怪しい人を見かけたりとか、災害に便乗して被害に遭いそうになったら無視したり助けを求めたりきっぱり断ったりするように心がけてください。最後、海外です。ギャングが国営テレビ局を占拠。今月9日、南米エクアドルにて極悪ギャングリーダーが刑務所を脱獄した後、武装したギャングメンバーが絶賛生放送中の国営テレビ局に乱入するというとんでもない事件が発生しました。怖すぎやなこれ。ジャパンだったら演出かと思っちゃいますよね。こちら脱獄したのが麻薬売人や殺人、組織犯罪の容疑で懲役34年の有罪判決を受けていた超極悪ギャング集団のリーダー、アドロファ・マシアス。どんだけこいつの脱獄がヤバいかというと、この脱獄を受けてエクアドル大統領が60日間の非常事態を宣言したんですよ。軍隊を街中に配備して国民は夜間の外出が禁止されるという事態にまで発展しています。ほぼほぼパージュの世界になりました。災害レベルです。で大統領がギャングとの徹底抗戦を決断した直後ですね、この時ニュース番組を生放送していた国営テレビ局のスタジオに銃声が鳴り響いて武装したギャングメンバーが乱入しました。カメラの前で、遊びでギャングをやってるわけじゃないんだ、それを思い知らせるための生放送だと大統領はエクアドル国民を挑発しました。その恐怖の生放送は15分ほど続きます。その後ですね、警察の部隊が突入してギャングメンバーを全員逮捕したんですけど、まあ、この時ギャングのリーダーいませんでした。逃走中です。エクアドル国民もたまったもんじゃないとなっております。日本に生まれてよかったなと思える事件です。はい、というわけで今週以上でございます。まあ、本当ねまだまだ騒がしい世の中なんですけど、自宅でも乾燥で喉を痛めて咳止まんないという方が続出してるみたいなんで、皆さんも十分注意してください。もうスチームの加湿器がいいんですよね。除菌もできてね。ない方はお風呂にお湯を溜めて開けて寝るとか、あと濡れたタオルを枕元に干すとかでね、対応ができるみたいなんでやってみてください。というわけで今週以上、また来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。新年また YouTuber が逮捕されました。おめでとうございます。たわけ。今夜はどんな YouTuber が出てくるんでしょうかね。真相は CM の後。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日は1月3週目の週末でございますね。突き刺すような寒さですね。ご飯食べ行こうかなと思ったんですけど、寒すぎて引き返しましたもんね。ビリビリです。でもお腹空いてるからどうしようかなと思った結果、もう腕なんか食べちゃおうかななんてこと言ったり、だからいかがお過ごしなんだよおまんたちって言っておりますよ。2024年逮捕多いこの時間です。さあ今週の俺的ニュース、この時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、また YouTuber 逮捕。今月11日、スーパードミネーターの名義でいわゆる詩人逮捕系 YouTuber として
として活動していた沢田優容疑者が過去に交際していた女性に対し難病を患っていると装い治療費約250万円を騙し取った疑いで警視庁に逮捕されました。この沢田容疑者、当時交際していた女性に対し難病指定されている原因不明の発熱などが症状の成人スチル病を患っていると装い治療費として3000万が必要と嘘をついていたことが判明。沢田容疑者に病気の症状は見られず連絡もなかったことから不審に思った女性が相談、事件が発覚しました。調べに対し沢田容疑者、金は遊ぶために使ったという容疑を認めているということです。はい、このスーパードミネーターさんのチャンネル、僕も知ってたぐらいには有名なんですけど、こちら駅とか電車内で痴漢とか盗撮を見つけて警察に引き渡す様子を撮影アップロードしていたってことで、ね、名前知ってる人も多いと思うんですけど、お前もかい。なんか軒並み詩人逮捕系じゃなくて自身逮捕系に転身していきますね。これは警察の本気を感じますね。さらに2つ目、逮捕。今月16日、横浜市で女性を盗撮していた男を恐喝、口止め料として現金を要求したとして、いわゆる詩人逮捕系の YouTuber として活動している30代の男2人が恐喝未遂容疑で逮捕されました。いや本当に捕まり始めてる。最近不起訴とかでね出てきましたけど、コロアキさんとかガッツチャンネルさんとか、さっきのスパドミさんとか、詩人逮捕系 YouTuber 逮捕されすぎ問題あるでしょこれ。でこの男性のうち1人はですね、 YouTube 上で R 探偵という名義で活動していて、ちょっと僕分かんなかったんですけど、詩人逮捕系同様に盗撮してる人とか見かけては警察に引き渡す様子をアップロードしていたんですけど、この事件があった去年の8月の夜ですね、神奈川県の横浜駅で女性のスカートの中を盗撮していた20歳ぐらいの男性に、警察に行くこともできるけどそれは嫌でしょ、慰謝料としていくら出せるのと言いまして、現金を奪い取ろうとした疑いが持たれています。それはねこの人やってたか分かんないですけど、痴漢盗撮してるのがそもそも問題なのは大前提なんですけど、これを出しに恐喝してたら盗撮犯とかと同じ犯罪者のことには変わりないからな。まあ実際起訴されるかどうか不明ですけども、まあ YouTuber としてね報道されてしまうんでね、これ以上配信者の中から逮捕者は出てほしくないというのが本音ですね。さらにちょっと変わった逮捕ありましたね。3つ目、メンチカの代表逮捕。こちら今月の16日ですね、新宿歌舞伎町拠点に活動するメンズ地下アイドル、いわゆるメンチカの男と共謀してイベント会場で未成年の少女の体を触ったとしてタレント育成会社の代表取締役の男と他一人を東京都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕したことが発表されました。具体的に何をしたかというと、アイドルのメンバーに未成年の女性の胸を触らせたりとか、上から覆いかぶさって性的な体勢にさせたりと、ちょっと行き過ぎたファンサをしていたんですね。まあ相手が未成年なんでこれはやりすぎだということで警察が逮捕に踏み切ったということなんですけど、お客さんとして来てた女性に触るということはアイドルの裁量に任せていたと供述しています。まあそれはそうなんですけど、チェキ会っていうのがねこういう会話にもあって、購入した枚数を増やすほど男性アイドルと2人きりの時間が増えるんで、ファンが大金を払うケースっていうのが相次いでいて、でそのファンがですね、その支払い代をパパ活とかで稼いでいたんですよ。だからまあパパ活を摘発した時に発覚したんかもしれないですね。これはホストの売りかけ問題もそうなんですけど、なかなか根深い問題じゃないかなと思いますね。次です、4つ目、スターブローバックカフェ。今月14日の夕方頃、愛媛県のスターバックスイオンタウン川の駅にて男性が何者かに撃たれ死亡するという事件を受けました。店員の方からテラス席の男性が拳銃で撃たれたと通報を受けた警官が駆けつけ、被害に遭った男性を救急搬送したんですが死亡が確認されました。防犯カメラの解析の結果ですね、岡山市に本部がある特定抗争指定暴力団の池田組の幹部であることが判明しています。現在警察が逮捕状を取って公開手配に踏み切ってるんですけど、拳銃所持している容疑者がどこかで逃走を続けてるということなんで、地域の方は十分に注意してください。次です、5つ目、新幹線内でやらかす。こちら今月の16日、 JR 浜松駅に停車していた東海道新幹線の上り光号の車内にて熊撃退用のスプレーを誤って噴射、乗客2名に軽い怪我をさせたとして登山帰りの乗客を過失傷害の疑いで書類送検したと発表がありました。はい、この誤噴射なんですけど、このスプレーを所持していた乗客が安全装置を正しく装着してない状態でリュックサックを荷台に置いていたってことが原因で、この誤噴射を受けた乗客、目や喉の痛みを訴えています。そもそもこの熊撃退のスプレーってどんな効果があるのか調べてみたんですけど、スプレーのこの成分のほとんどが唐辛子の辛味の成分カプサイシンと呼ばれているものが使われてました。いや地獄。でまあ北米では 90% 以上の確率でヒグマの攻撃を止める効果があると実証されているらしいんですけど、このヒグマにかけてこの実績なんで、人が浴びたらとんでもないことになりますよね。目とかに入ってたら大変なことですよ。去年の秋から冬にかけてクマの出没による被害が急増してて、登山行く方は持ってる方多いと思うんですけど、これ安全装置確認不足の5分車、これ十分気をつけないと、あの自分が本当にクマったことになりますよ。はい、次再び逮捕です。6つ目、とんでもない乳児施設職員。こちら今月15日、埼玉県内の乳児施設にて2歳以下の女児に性的暴行を加え、その様子をスマホで撮影保存したとして施設の元職員25歳の男を強制性交、児童売春、児童ポルノ禁止法違反の容疑で再逮捕したと発表がありました。もう悪魔。この男、去年12月にも同様の別の女児の体を触るなどとして強制わいせつ容疑で逮捕起訴されていたんですけど、取り調べに対して男は一貫黙秘を続けているという状態ではあるんですけど、この押収した犯人のスマホからは
約20人の女児に対するわいせつ行為、性的暴行の場面を撮影した動画や静止画が保存されていると発表がありました。自分に子供できて施設に預けてこんなことされてたらと思うとゾッとしますよね。絶対に許しちゃいけない事件だと思います。次です、7つ目、コンビニでケツ出して逮捕。何しろこれ。今月11日、名古屋市東区のコンビニで24歳の男性職員に尻を見せたとして48歳の男が愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。なんでそんなことするんこれ。この事件ですね、容疑者が男性の店員に対して尻の線に沿って切り込みが入った黒色のストッキングを履いて、店員に対してこう棚で選ぶふりして尻を突き出して左右に振ったっつって、で帰ったんですけど、コンビニの店長が変なやつおったっつって110番通報して、防犯カメラの映像からこの容疑者が浮上して逮捕されたんですけど、この男性とこの店員に面識なくて、取り調べに対してお尻を見せれば仲良くなれると思いましたと供述してるということです。でもお坊ちゃまくんか。次です、8つ目、ハローワーク襲撃。10日長野県長野市就労支援施設のハローワークにてパソコン14台を金槌で破壊した疑いで31歳の男を器物損壊の容疑で逮捕しました。こちら現行犯逮捕されたのが長野市に住む男。午後3時半、長野市中御所のハローワーク長野の待合室で求人検索用のパソコンがあったんですけど、その14台をハンマーで叩き折りました。まあ動機としては仕事が決まらなくてイライラしてやったということなんですけど、で SNS 上で刑務所の中の労働が決まりましたねとか、そのパソコンを破壊できる行動力を他の場所に使えば余裕で就職できそうと、まあ、そういった声が上がっています。まあ、この凶暴性があって就職できなかったのかもしれないですね。スタバの事件もそうなんですけど、電車とかね、公共の場所での事件というのが最近増えてきてるんで、まあ、何かあったらね、撮影とかちょっとやじ馬するんじゃなくて自分の身を守れるようにね、自衛を徹してください。次です、9つ目、リアルグラセフ。こちら16日、慶応大学に通う20歳の男が乗っていたタクシーの運転手を殴ってそのままタクシーを奪ったとして強盗傷害の疑いが逮捕されました。この男、2023年の12月ですね、千葉県市川市で自分の乗っていたタクシーの運転手の男性を殴って怪我させてそのまま逃走っていうね、もうグラセフの世界でしか見たことないような強盗したんですよ。さらに引きずり下ろした後250メートルぐらい走行していたということで、その後事故も起こしていたことが判明してます。で結局ですね、基準値を超えるアルコールが検出されたんですけど、まあ、おそらく年明けとかね、この忘年会とかだったと思うんですけど、飲みすぎて何があったのか不明ですけど、やりすぎでしょこれ。このアルコールを飲まれっていう、ね、選択肢ももちろんあると思うんですけど、会社とかサークルの付き合いとかもあると思います。その場合ですね、自分の中の適量っていうのを、ね、しっかり見極めて楽しめる範囲で付き合ってください。最後です、10個目、赤い封筒を拾った投稿が話題に。15日 X にて道端に落ちていた赤い封筒を拾ったという投稿が話題になりました。これはメーコン。前の動画でもショートでもこれ解説してるんですけど、あのメーコンってやつですね。これちょっと軽く説明すると、台湾に昔残ってた風習で、封筒の中には女性の写真と髪の毛とか入ってるんですけど、実はこの写真の方は亡くなってて、親族が未婚のまま亡くなった個人を生きてる人間と結婚してもらおうということで道端に置いていくんですよ。でたまたま通りかかった人が、これ何やこれと思って拾ったら、物陰から個人の親族が現れて強制的に結婚させられるっていうもので、ただね結構いろいろパターンがあって、拾った人を見て、あなた拾いましたね、その写真のこと結婚してくれっつって、で占ったら、いやなんかあなた微妙なんでこの話なしでって、向こう側から断ってくるパターンがあるらしいんですよ。トラウマでしょこれ。でまあ今回話題になったこの投稿がですね、日本国内なのか海外なのか分かんないんで、もしね皆さん海外行くことあって、この封筒以外にもね結構物落とす人いるんですよ。で拾ったら泥棒みたいな、それでお金もらおうとするみたいな犯罪もあるんで、なんか落ちててもね拾わないようにしてください。でまあこの名簿に関してはほとんどなくなってるそうなんですけど、まだ一部地域には残ってるそうですね。久しぶりに僕も見ました。はい、というわけで今週以上でございます。やっぱなんか逮捕報道多かった気がしますね。あの皆さんは逮捕されないようにしてください。あとやっぱ寒いです、防寒をしっかりしてね、風邪ひかないようにしてください。今日は以上、また来週のこの時間でお会いしましょう。おやすみなさい。速報。今回過去動画でも取り上げました、宮川大輔さん似の指名手配犯が50年の逃亡の末逮捕されました。こちらですね、1974年から75年にかけて起きた連続企業爆破事件に関与し指名手配されていた桐島聡容疑者ですね。ただ現在男末期癌で入院していて、最後は本名で迎えたいと話してるということです。で警視庁公安部に確保されてるんですけど、捜査関係者によるとですね、男は偽名で神奈川県内の病院に入院していて、警視庁公安部に対して桐島聡ですと名乗り出たということなんですけど、何をしたかっていうのは過去動画見ていただきたいんですけど、この時普通に国内の建設作業現場で働いてたみたいで、事件の関係者しか知り得ない当時の状況とかを話してるということで DNA 型の鑑定を進めています。ただこれが病状とかから逮捕はせず任意で捜査を進め、容疑が固まり次第書類送検するっていう方針なんですけど、この状況がですね、もう完全敗北だと言われてます。っていうのも、もう寿命を全うして最後に逮捕もされない状態になってから警察に自白する、これはムカつきますね。で、まあ、保険証を提示してないということなんですけど、この医療費はどうなるんでしょうね。聞き取りをしないといけないわけで、これを税金で支払わないといけないとかだったらたまったもんじゃないですよね。海外にいるとか言われてたんですよね、実は。なのでやはり指名手配犯っていうのは意外とね、皆さんの近くにいる可能性も高いんで、僕の過去動画を見るか、お近くの交番に貼り出されてるね指名手配犯の顔、これを忘れないようにしてください。以上、速報でした。ブーンジーン。
全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですが1月最後の週末でございますね。ひどいなもうって、だいぶ今猛威を振るってる奴らについて取り上げていきましょうと言っておりますよ。もうこの時間です。さあ今週のオール的ニュース、この時間です。今週起きた気になるニュースを一気に紹介していきます。1つ目、ヒカキンさん爆速謝罪動画。今月22日文春オンラインにて音の出る神ことヒカキンさんの過去の二股疑惑の記事が掲載され、一瞬にして話題になりました。これどういった内容だったのかというと、時系列で紹介するんですけど、この文春に告発したっていうね、ヒカキンさんの過去に交際関係にあったという A 子さん、出た A 子、この A 子さん曰く2015年大ファンだったことで誕生日イベントに応募して当選、2人は対面、その後ヒカキンさんが開いたイベントにも参加、徐々に A 子さんを認知するようになっていき、そこから A 子さんから猛アタックすると、実は誰にも返信してないけど A 子ちゃんにだけ返すねと返信が、それ以来肉体関係を持ち、最終的にヒカキンさんから付き合うかと言われ交際に発展したと。で3年後の2018年、自宅のインターホンに別の女性が映っていたことを A 子さんが発見、口論に。その件について問い詰めると、お前以外にもいろんな女と会っていると発言されたと。その後ヒカキンさんから別れ話があって、そこで揉めてまとまりがつかなかったと言います。ヒカキンさん曰くその時点では恋人関係が終わっているとの認識ではあったそうです。でなんやかんや2020年ぐらいまでは関係があったと。で A 子さんが家事を任されたりとか、まあいわゆるねセックスフレンドみたいな関係が続いていたと。そこからコロナ禍に突入して半同棲状態は解消、2021年以降は会うことがなくなり、自然消滅のような形で終わりを迎えたということなんですけど、まあ第三者目線から見たら、まあ内容的には自然消滅という形ではあるんですけど、 A 子さん的には現在まで続いているという認識だったそうです。4年間、それはちょっとね、さすがに付き合ってはくれやせんよ。で時が流れ2024年、元旦のヒカキンさん結婚発表を行いましたけど、それを見て付き合ってたんちゃうんかい言うて文春の告発を決意したということなんですけど、これ記事掲載されてこうまだ話題になる寸前ぐらいで謝罪動画をアップロードするという事態にまで発展しました。めっちゃ早かったなこれな。まあまだこう証拠とか出てないんですけど、ヒカキンさんの動画はですね、まあ実際に当時お付き合いしていた女性との間に起こったすれ違いとトラブルと、付き合い始めたのが2015年ぐらいで、多忙だった自身を支え続けてくれたとして今でも感謝していると、お礼の言葉を述べた上で、自身の落ち度を認め、 A 子さんとか週刊誌の誹謗中傷はお控えいただきたいと、そう発言した上でファンや関係者などに謝罪、約4年間 A 子さんとはお会いしてないと。で先日結婚発表した妻とは交際期間かぶってませんよと、この二股疑惑に関しては完全否定しました。まあお互いの認識のズレによって生じたっていう騒動ではあるんですけど、まあこれ聞くだけでも4年会ってないのにそれは無理があるやろっていうような話ではあるんですけど、ただその中でもこういった対応を行ったヒカキンさんに対して、言い訳もごまかしもせずに誠実、一つ一つの深いお辞儀、そして身に余る言葉遣い、マジで尊敬しかない、好感度爆上がりと批判する声よりもですね、まあ、迅速かつ丁寧な対応に対する称賛の声が多く上がったんですけど、これは何？本当に週刊誌がぶち込む内容か？ちょっと週刊誌系に関してはまたどっかでがっつり取り上げたいなと思うんですけど、来週あたりに日本中にそれが拡散されて釈明して謝罪しないといけないようなことなのかなと疑問に僕は思いますね。でそんな同じ人間で落とし合う、ちょっともうわからない。皆さんの意見もお聞かせください。次です。松本人志氏文春を提訴継続。こちら今月の22日ですね、去年末から過去の性加害騒動の渦中にあるダウンタウンの松本人志さんが飲み会での性的行為などを強要したとの疑惑を報じた週刊文春の発行元である文藝春秋に対し、名誉毀損による損害賠償と謝罪広告の掲載などを求め東京地裁に提訴したということなんですが、これは所属する吉本興業を通じて発表されました。ただ今回事務所からの提訴ではなく松本さん個人からの提訴になるということなんですけど、その請求額はなんと約5億5000万。もっといこう、50億いけるよ。でまあこの内容なんですけど、専門家の見解では長期化っていうのが確実視されてると、大体3年から5年ぐらいはかかるんじゃないかと予測されています。でまあ週刊誌絡みの賠償金とかの裁判については過去に例を見ない規模にはなるんですよね。なので長期化するとなると、このために休止したということになると思うんで、今後の松本さんの向こう数年の芸能活動については望みが薄いとされています。これどうなっていくんでしょうね。勝つような気はしますけどね、それからどうなるかっていうところでもあると思います。ちょっと今後も進展あればニュースで取り上げていこうと思います。次です。恩をあだで返した男。こちら1月の20日、石川県輪島市で地震発生後に停止中の車内にいた10代の女性の体を触るなど猥褻行為をしたとして、金沢市に住む19歳の男が不同意猥褻疑いの容疑で逮捕されました。こちら警察によると、今月の1日から3日の間、停車していた車の中で体を触るなどした猥褻行為をした疑いが持たれてるんですけど、でこの男性と女性面識全くなくて、なんとこの男性がですね、まあ、地震に巻き込まれて帰宅できないってなった時に、この女性が男性を善意で車に乗せてあげたということなんですね。で助けてもらっておいてこういったことをしたっていうもんなんですけど、でこの女性の家族から警察に相談があって事件が発覚して、現在男性は容疑を認めて詳しい動機を調べてるということなんですけど、今回ですね被害の激しかった場所で性犯罪が明らかになったっていうのは初みたいなんですけど、まあ、お互い困ってる状況でそんなことをしてしまう心境わかんないんですけど、東日本震災の時もですねこういった被害報告っていうのは上がっていて、支援と引き換えに性的な行為を要求されたっていう、ね、事例もあったんで、震災の最中でもね大
第三者とのコミュニケーションを取ることがあっても十分に警戒するようにしてください。次です。4つ目、業務用パソコンでソリティアなど64時間。こちら22日、横浜市は業務用パソコンでゲームをしたとして環境創造局総務部の男性係長51歳を停職2ヶ月の懲戒処分にしたと発表。横浜市によるとですね、去年の1月から5月、計81日間、勤務時間内の7時間35分、時間外は約56時間、業務用パソコンでソリティアクロスワードなどのゲームをしたり旅行サイトを見たということなんですけど、これ聞き込みが行われて業務でインターネットを使う時間が増えて遵守意識が下がっていた、自制心が効かなかったと、まあ、容疑というか疑いを認めて、この方同様にですね業務用パソコンの私的使用で減給処分を受けていたんですけど、またこのゲームに関してはまた別なんですけど、離席時間っていうのをこの日数と計算したら大体1日にすると10分くらいだったみたいで、1日10分の離席って、いやそれただのトイレじゃねみたいな、ちょっとそこまで見ると厳しくないかと話題になってましたね。いやまあちょっとぐらいゲームしてもいいやんけとか思っちゃいますけど、まあバレちゃうとそうなるよねってことですよね。それがダメなのか大人なのかもしれません。次です。5つ目、切なすぎる犯罪者。こちら23日、警視庁の赤羽署は他人名義のクレジットカードの情報を使い子供用のおもちゃを買ったとして、私電磁的記録不正作出、同強要と窃盗の疑いで埼玉県草加市住吉在住の職業不詳の男性を逮捕したと発表がありました。でまあこの男性、都内の70代男性のカードの情報を盗んでブロックとかのおもちゃ9600円を配送させた疑いが持たれてるんですけど、これ取り調べでコロナに感染して収入が減って子供のクリスマスプレゼントを買うためにやったと話してるんですね。本当かどうか分かんないですけど、でこのクレジットカードについては訪問介護で訪れた70代の男性の宅のクレジットカードを携帯で撮影して購入の際に使ったということなんですけど、まあ本当だったらよくはないんですけど、ちょっと切ないですよね。ただ自分の子供に送るプレゼントが誰かから盗んだお金だと、それで喜んだ顔とかを見てもちょっと複雑な気持ちにはなるんじゃないかなと思うんですけどね。そんなことも起きてます。次です。6つ目、重傷の作業員放置。こちら23日、自身の会社の作業員が約7メーターの高さの石垣から転落し大怪我をしたにもかかわらず現場に放置したとして造園会社の社長の男ら2人が倒されました。こちら去年の2023年7月、名古屋城の石垣の除草をしていた男性作業員が作業中に高さ7メーターの石垣から転落して胸の骨を折る重傷を負っていたんですけど、現場監督を務めていた容疑者2人が救護措置を取らずに、さらにですね観光客から見えないように草むらに移動させて、お見える見える隠れろっつって大体3時間ぐらい放置したということなんですけど、でさらに病院に連れて行ったんですけど、名古屋城のことは誰にも言うなと脅迫して医師に嘘の説明までさせたという疑いが持たれてます。でその後23日保護責任者遺棄と強要の疑いで事故の隠蔽をしようとした2人は逮捕されたんですけど、こういったね労災が起きた場合というのは本来責任者は原因の調査再発防止の対策とか行わないといけないんですけど、もしかしたら、まあ、それだけ現場も追い込まれていたのか、あとは労災にしたくなかったのかもしれません。7メーターの高さから落ちたらすぐに病院に行け。次海外です。7つ目、とんでもないテロ。こちら21日、アメリカのユタ州ソルトレイクシティ ATM やパトカーに生魚をテープで貼り付けるっていう意味不明なテロを行ったつって現地の17歳の高校生逮捕されたんですけど、この謎のテロ行為2023年8月以降に13件ぐらい起きてて、で捜査を進めたらですね、インスタグラムにフィッシュバンディット84っていうねアカウントがあって、さらにそこにはキャッチ&リリース、神の仕事をしてくると、そういった文言とともにですね生魚を貼り付けた画像とか動画いくつも出てきたんですけど、でさらにですよ、動画の中に日本語で表示された ATM とか電車も映っていて、日本でもこれやってるってことが分かってるんですよ。これ日本に来た時いたずらなのか共犯がいたのか、まあ、ちょっとはっきりはしてないんですけど、その後アカウントの持ち主は17歳の高校生であることが判明してます。ただこのテロ行為でなぜか SNS アカウント5万2000人からフォローされてて、魚が武器のアンチヒーローが街を徘徊してるとか、なんかアメコミチックな盛り上がりを見せてるんですけど、日本ではいやただの犯罪ですっていうコメントがほとんどでした。まあ、バカったみたいな感じですね。最後です。8つ目、麻薬王に出されたえげつない判決。こちら22日、中米南部にあるグアテマラにて現地の裁判所で麻薬王リゴベルト・ダニロ・モラレス被告に対し16名を殺害した罪で禁錮808年が出ました。808年長いねこれね。これなんでこんな判決出たのかというと、2008年ですね、グアテマラに入国したバスに密売人がいると、麻薬詰め込まれてると思ってバスを停止させたんですけど、別にそんな人乗ってなくて旅行者だけだったんですよ。ただ乗客を射殺したんですよ。で遺体を焼いたって、もうわけわかんない極悪非道な事件を起こして、で結果その後13年後にですね逮捕されて、翌年に裁判が始まって禁錮808年が出たんですけど、裁判所によると被害者1人当たり禁錮50年、その他の罪については禁錮8年。ただこのグアテマラの法律では犯罪者の習慣というか50年までって定められてるんで、808年間入るってわけじゃないですね。まあ、ちょっととんでもない年数の判決は最近動画でもしてるので、よかったら見てみてくださいということです。はい、というわけで今週以上でございます。いやもうあの冒頭に言いました、本当週刊誌なんですけど、売れればいい、裁判で負けても痛くも痒くもない、こんなのおかしいよ。税金も高いし不明な用途も多いし、なんだこれおい。またそれは別の動画で。というわけで今日は以上。なんかすっごい夜咳出るんですけど、これ感想なんですか？なので皆さんも健康には十分ご注意を。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。